皆さんこんにちは、のばなーです。今日はドイツのお菓子バウムクーヘン発祥の地ザルツベーデルにやってきました。ザルツベーデルはザクセンアンハルト州にある町で、ハノーバーからは車で2時間弱で行けます。Thank you.
フォンダンのお砂糖も繊細で美味しいです。いやー、バウムクーヘンって最高ですね。手が止まりません。お次はこの3種類、ホワイトチョコレートコーティングいただきます。これはホワイトチョコ好きにはたまらない一品ですね。贅沢に次々いきます。ダークチョココーティング、そろそろお腹がいっぱいになってきました。小さくしていただきます。好みですが、私はビターチョココーティングが一番好きです。こちらは2軒目で購入したハーフハーフのバウムクーヘン。こちらのバウムクーヘンはちょっとレモン風味の味がします。最後はスーパーエデカで買ったバウムクーヘン。最初の2軒のバウムクーヘンとやっぱり違いがありますね。これはこれで美味しいんですけど、最初の2軒のバウムクーヘンが美味しすぎました。私が一番美味しいと思ったのはこちら、何にもコーティングされていないバウムクーヘンです。1軒目と2軒目のバウムクーヘンを比べると、私は1軒目のバウムクーヘンの味の方が好きです。まあ好みですけどね。ちなみに添加物など一切入ってないので、1週間以内に食べてねとお店で言われました。もしくは冷凍保存してねと言われたので、半分冷凍しました。翌日バウムクーヘンを持ってお友達のお家にお邪魔しに行きました。そこでなんとベルギービールを出してもらいました。ドイツビールも美味しいんですが、ベルギービールも本当に美味しいんですよね。特にチェリービール。と話がそれてしまいましたが、1日経ったバウムクーヘンもとても美味しく喜んでもらえました。日本の皆さんに本場のバウムクーヘンをお届けしたいのですが、難しそうなので、ぜひコロナが落ち着いたらドイツでバウムクーヘンを食べてみてください。一日でも早くコロナが収束して、ドイツ好きの皆さんがドイツに来れますように願っています。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。